皆さんこんにちは。5月29日の株スタマーケットトゥデイをお送りいたします。本日の担当は統一調査部の北原です。どうぞよろしくお願いいたします。本日の日経平均株価は前日比258円高の 16,757 円で、取引を終えました。昨日の欧米市場が大幅高となった流れを受けて日経平均株価も高寄りしました。その後は1万6700円から1万6800円の方向感のない展開の中での推移となったんですが、その値幅が昨日よりも一段高となったことで、まずまずの出来ではなかったかなと、そのように考えております。政治的には不確定要素は伊勢志摩サミットを控えまだまだあるんですけれども、そういった中で安いところでは、買い支えも入りまして、底堅い展開となったことは、評価できるのではないかと思います。伊勢志摩サミットが終わって財政出動の動向、それから消費増税の再延期、この辺の動向がはっきり見えてくると、この持ち合い上離れ、出来高を伴っての上離れの可能性も高まってくるのではないでしょうか。では現在の株価の位置を冷やしチャートで確認します。こちらをご覧ください。はい、日経平均株価なんですが、今日25日線をやや若干上回りましたね。で、先週25日線と75日線のゴールデンクロスが確認されました。ですがまだ明確な上昇トレンドは確認できないままで、逆に75日線はまだこう下向きですので、ニューヨークダウンもそうなんですけれども、日経平均株価も薄商いが続いているということで、方向感の乏しい展開は、まだ続きそうです。出来高もちょっと右肩下がり上がりですね。はい、日経平均株価の水準の目処なんですけれども、本日高値で1万6800円台を回復しました。ですが5月13日のこの SQ 値である1万6845円には届かず、上値の重い展開です。200日線もまだ下向きで、上値の重い展開は継続するとみられます。この価格帯出来高を見ますと、この1万7000円の水準、それから1万6000円の水準、ここに出来高が累積しております。株価の心理的な節目でもありまして、今後上値の目処、下値の抵抗の水準に引き続きなっていくのではないかと考えます。特にこの1万6000というのは2月の中旬に株価がもたついた水準、それからこの1万7000の水準というのは3月の中旬にもたついた水準ですので、やはりそこに売買のしこりがたまっております。今後サミット後、ここを出来高を伴って上抜けできるかどうか注目していきたいところです。はい、では本日の個別銘柄なんですけれども、指数がなかなか方向感の見られない展開の中で、やはり個別物色の流れが続いております。ということで、本日は銘柄フォローアップということで、決算を終えた銘柄の紹介と今後の見通しを分析していきたいと思います。ではまず1銘柄目は、こちらですね、日本製粉です。事業内容はオーマイですとか、オーマイブランドのパスタ、それから冷凍食品、パスタソース、ドレッシングなどを製造販売しております。セグメント別ではですね、終わった期 16.3 月期は製粉事業で、売上高の構成比が 33%、 食品事業は 57%、 その他で 10% を占めております。今期はですね、共働き世帯や単身世帯の増加、さらには、高齢化などで火を使わずに簡単に調理ができる冷凍食品、あるいは、中食食品の製品が好調に引き続きなっていくということで、今期はこのセグメント別の売上高構成比は、製粉が 31% に減少するのに対しまして、食品は 59% に 2% ほど伸びる見通しです。で、製粉事業の方は襖市況の悪化、それからコスト増などもありますので、ちょっとこう減収になる可能性が高そうです。
今期の業績は売上高は3200億円、営業利益は111億円で、まあ、増収微増なんですけれども、営業利益はもう 0.1% 増と、本当にこう若干の微増となっております。ただここで評価したいと思うのはですね、営業利益は前期比トントンなんですけれども、営業利益の調整額、今期この会社は10億円計上しています。その内訳は本社の移転、今期本社完成するんですけれども、移転するんですけれども、それの償却増、それから退職給付債務ですね、マイナス金利が金利の低下などで退職給付債務の増加があります。これらを含めて10億円の調整額を見込んでおりますので、それを入れてもトントンで着地できるというのは評価できるのではないかというふうに考えます。で、年間の配当金は14円と、前期の記念配当2円を今期は普通配当に織り込みまして、前期と同等の14円を計画しております。で、株価の位置なんですけれども、上昇局面の中の、現在調整局面ですね。やはりこの 16.3 月期の利益が前期比で2桁増となったのに対して、今期は伸び率が減少するということで、そういった意味ではある意味仕方がないのですけれども、15年2月以降初めて株価が52周線を下値支持として、一段こう低いね、移動平均線のところに株価があります。ですので、ここの水準を維持できるのかどうか、この800円水準が下値の支持として今後もできていくのかどうか、下げ止まるのかどうかが注目ポイントです。そして2銘柄目、ユーグレナですね。こちらは微細藻のユーグレナ、和名は緑虫を利用したヘルスケア製品やバイオ燃料開発などを展開しています。名前は緑虫と言いますが、芋虫とか青虫とかそういうものではなくて、この藻一種ですね、藻一種のこのユーグレナ、こちらを使って、ビジネスを展開しております。で、今期上期は主要 OEM 先の2社を子会社化したことで、ヘルスケア事業の粗利益率が前年同期比6ポイント改善して今期 73% となりました。またこれに伴いまして定期購入者数も13万1000人と増加しております。で、このユーグレナというのは体内にこの油脂をこう自力で生成するんですね。で、この会社はこの油脂を使ってバイオ燃料を作って飛行機を飛ばすという取り組みをしております。でも、この本当微生物の小さなユーグレナごとに油脂の含有量が微妙に異なると、その油脂の取り出しにちょっとこう非効率な面が生じてしまう、ということなんですが、昨日ユーグレナは油脂含有量を効率的に選別する手法を開発したと発表いたしました。ですので、株価もその発表を受けて上昇しております。これ週足だとちょっとまだ分かりにくいんですけれども、安値は切り上げてきております。また燃料の絞りカスからタンパク質を取り出して家畜の飼料に今後なっていくかどうかというのも研究しておりますので、もしそれが飼料になりうるのであれば、新たなビジネスチャンスにもなってくるだろうと思います。上値は重いんですが、下値を切り下げてきている株価の動向、こういった研究メインのベンチャー企業は研究の成果期待があると株価は上昇していくんですけれども、今後はこういった研究の成果が具体的に事業にどのぐらい貢献していくのかどうか、現実的なところがどうなるかというのを注目していきたいところです。そして最後もう1点目、サンマルクカフェです。こちらはサンマルクカフェですとか生麺工房、鎌倉パスタなど外食チェーンを展開しております。総店舗数は今期は930店舗になる見通しで、そのうちの10店舗はフルサービスのコーヒーショップの倉敷コーヒー店の出店、こちらを考えております。この倉敷コーヒー店というのは現在業態を開発中で、高収益のモデルができれば業態第3の柱へしていきたいという会社の方針があります。株価の方は
と26周線を突破してきました。昨年の8月以来およそ9ヶ月ぶりのことですね。まだ上値としては重いんですけれども、この3400円の水準、ここまで回復してもおかしくない動向になってきております。まあ、こういった決算を終えた銘柄が今期どのようなビジネスを展開していくのか、よく注目しておくとよろしいかと思います。では本日のマーケットトゥデイは以上です。ありがとうございました。